んどうも橋本でございます。前回に引き続きまして、ブラームス交響曲第1番の解説を始めていきます。今日は第4楽章4回目220小節目からどこまでいこうかな。今日は結構細かいフレーズが多いから256小節目までを解説していきたいと思います。まず220小節目なんですけれども、まだ再現部が続きますので、ここは229小節目まで同じ形が続いていきます。まずおさらいしておきますと、まず最初の進行ページは40ですね。そしてそうすると S ボイサウンドが書いてあります。ここがダウンで入ります。そしてここ今アップではあるんですけれども、ここはそのままアップに戻さずに、そのままダイレクトに D順にしまして、この進行ページの形もそのまま D順でいきます。でそうすることによって225小節目からもソウルサンドがまたダウンで入れる形になります。で次の今止まりましたところは、ここは次のボイングの兼ね合いがありますので、ここはアップからの入順になります。228小節目からも同じ形になります。ここから変わります。音域は変わりますけれども、フレーズは同じになりますので、もうそのまま指順でやっていただければ問題ないと思います。まあ、詳しく知りたいという方は2回目の解説を参考にしていただきたいと思います。232小節目からなんですけれども、ここは8分音符とこのブラックとこの3拍目のここは、ディスとハーになんですけれども、ここを必ず同じ3度の形を同じ形で取るようにしてください。すなわちその次もあとはもう解剖音を使っていただければ問題ないですね。で次の関門になりますのが、これ234小節目からになります。でここはまず次の A の、ポジション移動がありますので、その前の一番前の K を必ず解剖で取るようにしてください。235小節目からはまずでこの最初のこの四分音符の伸ばしなんですけれども、フォルテだったからといって全球使ってしまうと指先に行ってしまうので、それ以降の16音符の細かいフレーズを全部指先で弾かないといけなくなりますので、ここはもう全球は使わずに極力弓の量は抑えるようにしてください。最低でも真ん中で収めるようにしてください。そして2拍目以降のポジション取りなんですけれども、ここもそのままゲーセンで言っていただいても構わないんですけれども、このように言っていただいても構わないんですけども、もう一つはで R の今止まりました R からゲーセンに移っていただいて、このように取る方法もあります。236小節目以降も音域は違いますけれども、同じフレーズが続いていきます。でここも再三申し上げましている通りに、四分音符は極力指の量は抑えるようにしてください。238小節目以降ゆっくりいきます。まず最初は200目のはこれはアップに入ります。で今ハーフポジションを取ってますけれども、このように第一ポジションを使っていただいても構いません。その次も、この今最後はの K は押さえて取ったんですけれども、ここはもうそのまま開放で戻らずに、その前の K を開放で、フィスの後の最後の K を押さえて取ると相当取りやすくなります。3拍目からもで先ほど取りましたように最後の R を冷静に移ると、その次の3拍目からのこの F がそのポジション移動が取りやすくなります。241小節目3拍目からはなんですけれども、特にシャープの記号を見落としやすいところが最後の地図になります。で次の小節でナチュラルの杖になってますので、それにつられて一緒に杖で弾いてしまう方がおられますので、ここはシャープを落とさないように注意してください。243小節目の打ち込みはすべてダウンで弾くようにしてください。そしてそれ以降のはピチカートになります。低い音域が低くなりますので、ここはもうハーフポジションから第2ポジションの間で取れることになります。はい、今日はここまでとなります。で先ほど の16音符の細かいフレーズはまずテンポをゆっくりにしていただいて、ポジションを覚える練習から始めていただきたいと思います。で特に最初のこの四分音符の長さを弓の量を使いすぎないように、それに注意していただきたいと思います。第4楽章4回目の解説はここまでとなります。
解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。はい、OK。寂しこ。